ナンバー、アイファン必見。ゴート、再生回数突破の裏で繰り広げられたメンバーの軌跡。ナンバー、アイ神宮寺キ太ユー太。ゴート、MV オフショットの舞台裏に迫る。ツンツンヘア誕生から、ノト半島支援まで網羅。新年早々、ナンバー、アイの神宮寺ユー太と岸ユー太がデビュー曲。ゴートの MV オフショットを SNS で公開。舞台裏の魅力が詰まったその瞬間を振り返ります。 神宮寺は MV でスケボーに乗り、宙に浮くシーンのオフショットをインスタグラムに投稿。グリーンバックでの撮影だったことを告白し、スタッフさんに上手だねって子供みたいに言われて少し恥ずかしかった一枚とコメント。彼の率直な心情がファンの共感を呼び起こしています。また、オフショットパート2では、平野史陽と神宮寺がカートに乗るシーンや、騎士の蛍光色の衣装姿が披露された。 神宮寺が語るところによれば、騎士の特徴的なサングラスは本番直前まで悩んで選んだものだとか、騎士も自身の SNS で、ボートの髪型完成までと題して、ツンツンヘアーが完成するまでの画像を公開。ファンには見逃せない裏話が広がっています。神宮寺が被災地で戸辺の滝き出しに参加したことに対する感謝のコメントも寄せられており、アーティストとしての一面だけでなく、社会的な活動にも注目が集まっています。 ファンからは、ジンくんがスケボーでカメラに向かってくるシーンは、すごく迫力があっていい、岸くんのツンツンヘアーも似合いっているし、メッシュでもマッシュでも全部いい、ボートは何回も聴いていると自然と歌えるようになるといった熱いコメントが寄せられています。京急インプリンス時代の神宮寺くんについてのファンの声も、誰にでも分け隔てのない気配り上手。 ボール塾さんが感謝していたのも納得。神宮寺くんがオフショット発信してくれる心優しき姿勢が大好きと、その人柄に対する愛情が溢れています。ナンバー、愛は、メンバーそれぞれの個性が光る楽曲、コートで新たな一歩を踏み出し、ファンとの交流や社会への貢献も積極的に展開しています。今後のアクティブなオフショットの配信や、彼らの音楽活動に期待が膨らみます。